鈴木清信です。石渡和夫という土建屋の社長の役をやっております。久々にあの中学生の同級生が集まりまして、みんなでどんちゃん騒ぎしながら、先生の散骨に海へ行くというお話で、私の役どころは、飲むはわがまま言うは懐かしさのあまりにみんなに甘えるはとんでもない役でございます。暴れます。私のようなジジイをはじめ、ジジイババアが踊ります、歌います、芝居します、騒ぎます。面白いです。楽しめます。泣けます。満足して帰れます。 My lover, I was a longer, was just for you。 ぜひ見に来てください。